山登ってきたらめっちゃ降ってきた。来たね、諏訪大社本宮。神様ってやっぱりもともと天照の大御神から始まって、やっぱはい、おはようございます。本日日本一周31日目ということで、現在はね、道の駅ヘルシーテラス佐南の道の駅に来ておりました。時刻が6時35分。ちょっと早めなんですけど、見ていただく通りちょっと曇りで、若干ね雨がちょっとパラついてるんで、もうゆっくりせずに走っていきたいと思います。朝方が寒くて、昨日1時ぐらい寝たのかな、1時寝てもう5時にはもう目が覚めちゃったね。寒いわマジで。今から諏訪湖に向かって走っていきます。よいしょっと。寒い、めっちゃ寒い。なんだもう20度ねえぞここ。よっしゃー、31日目頑張って走っていくぞ。どっかでガソリンもねぼちぼち入れないといかんかな。でもまだ大丈夫って思っとるとやられるからな。いやーでもほんとパラついてる雨が、まあ、持ちこたえて欲しかったけど、まあまだこれくらいの雨だったら、まあ正直何の問題もない。道の駅で野宿させてもらったんですけど、車中泊が多い道の駅だったね。バンバン車来るし、夜中でも、まあ、何人かの方は声かけてくれてお話ししたんですけど、特になんかどこどこに行ったっていう集まりとかキャンプの集まりとかじゃなくて、本当にただ単にみんなここに来て泊まってるだけ、そういう道の駅なのかな、ちょっと分かんないですけど、なぜか人が多くて車も多くてびっくりしました。あー雨まあまあ降ってきたな。ちょっとよいしょ、ここへ来て雨か。今日なんですけど、諏訪大社諏訪湖行って、で甥っ子の顔を見て、でそのまま一旦ねもう愛知に戻ろうかなと思います。いろいろ部品ももう買い揃えて送ってある状態にしてあるので、あとは部品を受けたりとか整備だね。まあやっぱり一晩寝るとだいぶ体が楽になる。ちゃんとしたところに寝ればねもっと回復するとは思うんだけど、僕の場合ちゃんとしたところでは寝れてないんで、まあ若干ね気が残るけど、まあでもどんなとこでも本当寝れるかな。石の上でも寝れるぐらいの勢いだね。ただね体が痛い、起きるとイテテテテってなるもん。天気がね本当に晴れてくれれば最高なんだけど、あーちょっとねこのまま走っていくよ。やべえ、山登ってきたらめっちゃ降ってきた。そしてね超寒い。あーどっか雨宿り出るとこできるとこ。これちょっとカッパ着よう。あかんわ、めっちゃ降ってきた、超冷て。よいしょ、うわすげえビタビタ。まあちょっと早急に着替えます。よし、とりあえずこれで着替えは完了と。で荷物もしっかり一応カバンは守ったけども、ちょっとなんでこんな雨降ってるのかが僕は正直僕にはよく分かんなくて。よいしょ、よし、よいしょ、寒いですね、この辺。そうでもないですか。そうですね、あの普段はもっと寒いんですけど、今年はね、はい、今日はちょっと涼しいです。昨日は暑くてね。あー、そうなんですね。へー、やっぱ今年はなんか暑い。暑かったですね。あー異常気象ってやつですか。異常気象ですよね、本当にね。あー、なるほど。よいしょ、来たね、諏訪大社本宮。
よし、じゃしっかり参拝していくよ。ここにあるんだね。現在地がここだから、こっからどこに行くんだ。すごい、なんか燃やしてるからすごい匂いが。諏訪大社は世界に散らばる、世界というか全国に散らばる諏訪神社の総本山ということで、ここに鎮座しております。今からね、御朱印もらって諏訪大社を後にしていきたいと思うんですが、ちょっと大きいんで、ここいろいろ見て回りたいと思います。諏訪大社終了。で、今からね、諏訪湖に向かっていきたいと思います。午前中のあの雨のせいでカバンとか結構濡れちゃったんで、今ねずっとカッパとか干してねいたんですよ。今が9時40分、30分ぐらい干してたから、本当だね、ちょっとまだ乾いてないけど、まあ仕方ないね。じゃあ今からこれ片付けて出発していきたいと思います。諏訪湖に向かって走っていきます。いやーでもね、まあ、本当に諏訪大社はなんかすごい気持ちが軽くなる感覚。理由わかんないんだけど、なんかその相性っていうのが、やっぱその神様もやっぱり人格っていうのかな、なんていうのちょっとわかんないけど、なんかあるから、まあ、もしかしたらね相性が良いから、そういうなんかこう気持ちがスッとなったのかもしれないね。あとやっぱり午前中に行く神社、これ理由があって、神様ってやっぱりもともと天照の大御神から始まって、やっぱ太陽神がやっぱり日本では最高の神様なんですね。朝日が昇るその力強いのが一番こう神様の力が一番宿る時間帯だから、午前中が一番いいというふうに言われてるみたいです。で、逆にね、負の力が多いのって牛蜜時っていうじゃないですか。そのお化けが一番、幽霊が出るとか、そういったところで、でその牛蜜時っていうのも理由があって、まあ、夜中太陽が全く出てない時間帯を、まあ、闇として、まあ、捉えられてて、その時間帯は非常に神様のオーラが一番遠い、だから負のオーラって言われてるんですけど、だから夜の仕事してる人ってちょっと若干なんか変わってるとか、なんかおかしいみたいな感じで言われがちじゃないですか。これ別に否定してるわけじゃなくて、僕ももともと夜の仕事をしたことあるんで、それってでも理由があって、やっぱりその昼夜逆転している生活をしているとどうしても負の力の方が強いから、そっちの方に引っ張られちゃう。だからどうしても昼間の人間とこううまく息が合わないっていうねことがあるみたいですよ、実際に。バイバイ。やっぱ3連休最終日もあってツーリングしている人がちらほらだけど、私は毎日ツーリングしております、この贅沢な限り。あーでもなんかいかん、ごめん、本当になんかいろんな湖見てきたせいか、なんかまあ別に降りてまで写真撮る気になれないわ。いかん、慣れちゃっとるわ。あかん、マジでこれは感覚がバグっとる。
まあ諏訪湖を一周して行こうかな。約1ヶ月間旅してきて、関東、東北、北海道攻めてみて、すごいね、なんか人間的というか、もういろんな人に救われて本当ありがとうって感じ。まあちょっとは本当に大きくなれてるといいな。やっぱ感謝の気持ちっていうのを忘れちゃいけないよね、どんな時でも。諏訪湖が全然見えへん、 この道じゃねえんじゃねえ、もしかしたら。はい、諏訪湖に出てきましたよ。やっぱね、ちょっとね、街の中走らないと諏訪湖一周はできないみたいだね。まあ今回本当にね、1ヶ月間で半分を回ってみて、まあ非常にね、あっという間だけど非常に濃い1ヶ月を過ごせました。なんか振り返ってみると、ワクワクと不安で始まったあの1日目からあっという間に31日目に到達して、いろんな方と出会って、いろんな方と話して、いろんな方に助けてもらって、いやこれでとりあえず第1部終了という形になってきたかな。もうこれで第2部は南と西編ということで、第1部でお世話になった方ありがとうございました。またね、第2部も頑張って走っていきたいと思います。第2部は岐阜県からスタートしていきたいと思います。それではまた2部でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。美ら海水族館到着。レッカーされる ZZR。 あーなんか切ないな。